んにちは、シャンシャンです。今回は作品を鑑賞しようです。作品の良し悪しは人の感性により左右されるところである。といえども、作品の見どころについて、シャンシャン視点からお話ししようと思います。シャンシャンの作品作成風景を見ながら、どこに注意して書いたか見ていきたいと思います。今回の作品は、日本書道院同人展に出品したものです。サイズは半節。二行書き。全体のバランスも、さることながら、存在感に意識をして取り組んだ作品です。実際に見ていきましょう。同じ文字の中に、細いところ、太いところを混在させます。点に一つずつ個性を、長さ、縦線との距離、変化をつけ、細めの線で締めます。大きく懐を作り、落として、広げて、左から、広く隙間を取って、流れを意識して、穂先を立てて離す。気質に変化をつけて、かすれ、ゆっくり、墨を出し切ります。墨の継ぎ足し位置、隣の行とずらして、墨が入っているときは、滑らかに、軽快に、高さを変えて、粘り強さを意識、最後までゆとりを感じて、飾ってある作品がどのように書かれたのか、墨跡を追いかけて鑑賞してみます。一枚の作品の中の変化を見つけてみるのも興味深いです。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。